ラオメディアは海洋星の第12衛星である。サオは2002年8月13日にマシュー・ジェイ・ホルマンが率いる観測グループによってセロトロロ半米天文台の4メートル望遠鏡及びマウナケア山のカナダ・フランスハイ望遠鏡を用いた観測で発見された。発見はハリメでサオの発見と合わせて翌2003年1月13日に 国際天文学連合のサーキュラー及び小惑星センターのサーキュラーで公表され S-2002N3 という仮符号が与えられた。海王星に新たに衛星が発見されるのは1989年に探査機ボイジャー2号が海王星をフライバイした時以来であり、また地上観測による海王星の新衛星の発見は1949年に ジェラルド・カイパーがネレードを発見して、以来のことであった。非常に暗く遠方を好点している衛星であるため、ボイジャー2号のフライバイの際には観測できなかったと考えられている。その後2007年2月3日に、ギリシア神話における海の女神であるネレーデスの一人、ラーオメデアにちなんで命名され、ネプチューントゥエルブという確定番号が与えられた。 海洋星の不規則衛星の軌道要素を表した図。ラオメディアは海洋星を巡行している不規則衛星である。図は海洋星の不規則衛星の軌道要素を示した図である。半径方向の軸は軌道長半径。角度方向は軌道傾斜角を表しており、横軸の上にあるものは巡行軌道、下にあるものは逆行軌道で交点していることを示している。 青い数値は、海王星の昼球の半径に対する軌道半径の割合を表している。王線は、近点から遠点までを示しており、この長さが軌道離心率の大きさに対応している。また、点の大きさは、各衛星のサイズを表している。図の中心にあるネレードの右上に位置しているのが、ラオメディアである。同時に発見されたサオと似た軌道要素を持っていることがわかる。 木星や土星の不規則衛星は似た軌道長半径や軌道傾斜角を持ったいくつかのグループに分けられる。同じグループに属する衛星は似た表面の特徴を持っているため、より大きい母天体の破片であることが示唆されている。ラオメディアとサオも軌道要素が似ているため、海洋星の不規則衛星にもこのようなグループが存在している可能性がある。ラオメディアの直径は、 アルベド0.04と仮定すると4 2トルと推定される。他の巨大惑星の不規則衛星と同様に、大きな衛星と小惑星や、水星の衝突の後に形成されたと考えられている。ただし、太陽系年齢の間のハリーメデとネレードの衝突確率が41%と高いのに対し、ラオメディアとネレードの衝突確率は無視できるほど小さく、 また他の不規則衛星との衝突確率も同様であると推定されている。海洋星の衛星ラリッサは1981年に地上からの遠平観測で1回だけ検出されているが衛星であることが確定したのはロイジャー2号によって再発見された後である。ありがとうございます。